三島町は、かつて、兵庫県中部に存在した朝子郡の町、昔の田島、丹波の国境にあたる。兵庫県田島県民局管轄。2005年4月1日に、道群朝子町、和田山町、陸野町と合併して、町来市となったため消滅した。地理的には、兵庫県の北東部にあたり、東側を京都府天田郡役野町と丹波市と接する。 北と西とは将来軍和田山町と接し、南側では将来郡朝子町、陸野町と接している。町の中央部で国道9号と国道427号とが交わる。山陰地方と丹波地方への街道となっている。井上秀とした自活津山東町は大きく下の3地区に分けることができる。京都市から伸びた国道9号は福知山市を通る役野峠を越えて、 兵庫県に入る。府県境を越えたところが山東町。なだらかな下り坂が続き、山陰本線と並走する。山陰本線のガードをくぐると、ほぼ山東町の中央部に出る。ここで、表情群青垣町から遠坂峠を越えてきた国道427号と合流する。その後は和田山町に向かう。山東町は京都方面、山陰方面。 丹波方面への要所で一年中を通じて交通量が多い。特に夏場と冬場には帰省客や海水浴客、スキー客で混雑することが多い。町内の JR 駅は柳瀬駅のみ。ありがとうございます。